もしひろゆきさんの嫁さんの浮気が発覚したらどうしますかまた離婚を切り出されたらどうしますか理由を聞くんじゃないですかねまあ多分そういう何か何か理由があってそういうことをしたと思うんですがなぜですかというのを聞いて納得できたらそっかしょうがないねってなるじゃないですか奥さんの手料理で一番好きなものは何ですかカレー、えー、ひろゆきって嫁さんのどういうところが好きなの理屈っぽいままのろけてみてなんか掃除が好きでご飯を作ってくれるところですかね パートナーや家族にムカついた時の多少ありますかまた夫婦ではまたも話さないことがいいことはま、ムカついた時は会話をしない <laughs>。あの、さっさと寝る。そんな感じですかね。来月から遠距離内になるんですけど、続くと思いますか関東と九州で。うは続くし、続かない人は続かないんですけど、あの、続くコツは多分、すげえ定期的に連絡を取り続けるっていうので、んで、今時はあの、家帰ったら、まあ、スカイプでも LINE でもいいんですけど、なんか3時間つなぎっぱなしとかできるじゃないですか。 なので、あの、そんな感じでね、毎日音声つなぎっぱなしとかしとくと、いいんじゃないかなと思います。